今日はちょっとパドリングのハウトゥーを一番最初に出させてもらったんですけど、反響が良かったんで、辛い状態で練習してもらうと途中でやめちゃうんですよ。ここからここの幅がすごく大事で、ずっと僕だけでこうやって勝手に進んでいくから、海でパドリングをいろいろ解説していきたいと思います。はい、こんにちは、川村海斗です。前回パドリング の動画を出させてもらったんですけど、結構一番最初に出させてもらったんですけど反響が良かったんで、今回は海で、今ちょっと海に来てるんですけど、海でちょっとその前回出してもらった動画に沿ったことをやりながらパドリングをいろいろ解説していきたいと思います。で、今回はこのボードを、僕がよく乗ってる板なんですけど、こっちインフィンなんですけど、今回はフィンあんま関係ないんで、長さが5'9、僕身長177cm で、大体同じぐらいなんですけど、このボードを使って、このぐらいのサイズ の板を使ってる方って結構多いと思うんで、このボードを使って今日はちょっとパドリングのハウトゥーをいろいろ紹介していきたいと思います。はい、ではまず入る前に一回浜でおさらいとして前回やったコツを踏まえていろいろ紹介していきます。でまずビーチでやる場合はちょっと傾斜になってる、これちょっと今斜めになってるのちょっと分かるかな、動画で分かるか分かんないんですけど、ちょっとビーチでこう傾斜で緩やかなちょっと下り坂になってるんですけど、ここを使ってうまくボードを置いて説明していきたいと思います。まず横になってもらって、この状態ですね。僕の場合はこの 5'9 の板だと、だいたい足の位置、後ろも足の位置、ちょうどすねが出るぐらいかな。で、ここでこの状態作ってもらって、結構傾斜使うと結構こう前に今。これ僕今バランスをうまく取ってるんですけど、多分すごい傾斜とかだと本当にこう前にグワーって倒れちゃうような感じになっちゃうと思うんですけど、サーフィンの時って結構その波に乗る時に本当この今浜でやってるとこの傾斜を使った感じと似たような感じになるんで、乗る時にこのちょっと辛い状態で練習してもらうとよりパドリングしてテイクオフする時に引っ掛けやすくなったりするんで、これは乗る時に結構おすすめの砂浜練習方法だと思うんで、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。はい、ではまずパドリングの、コツですが、ざっくりさらっと簡単に言っていくと、まずボードお腹、へそですね、おへそがあると思うんですけど、おへそでこうボードを押さえるような感じにしてもらって、で肘を上げるような感じっていうので僕前パドリングの説明させてもらったんですけど、ほんと軽くでいいです。多分すごいきつい人もいると思うんで、ただ肘をこう下げるとこういう感じになってしまうんで、肘はボードより上げるような感じで、僕結構最近レッスンやってるんですけど、すごい気になる点が1個あって、結構みんなこの途中でやめちゃうんですよ。ここ僕結構手長いんですけど、前ここからこの辺でみんなやめちゃう、この辺でみんなやめちゃうんですけど、必ずここ最後までこがないと、ここからここの幅がすごく大事で、みんなこの一番重要なところでやめちゃうんですよ。ここでやめちゃって次にグッていっちゃったり、こういう感じでいっちゃうんで、必ずここ最後までこぐ、この最後の最後のこの幅が超大事なんで、ここで水をかいて、そのかいた分進んでいくんで、ここの最後の部分が超重要。これを交互にやっていく感じです。
で必ず目線は進行方向、あの行き先を見なきゃダメです。まっすぐ進むんだったら必ず、ま、前を見る。これで下見ちゃうと、もうちょ一瞬楽かもしれないですけど、前見えなくて危ないんで必ず前を見る。この状態でパドリングしてください。はい、で、もう一個重要な点があって、みんな待ってるとこうやって足開いちゃう人とかいると思うんですけど、まあ何も知識をできてもこんな感じでいいんですよ。ですね、力抜いてこうやってやってもらってていいと思うんですけど、パドリングしてるときは必ず足を閉じるように、ちゃんとボードの上に足を乗せるような感じでパドリングしてるとき、この状態で、これで足開いちゃうと見てわかるか、これボードもこうやって揺れるし、肩もこう揺れるし、バランスも取りづらいから、必ず足をボードのラインの中に入れるようにしてください。で、この状態でさっき言ったように最後まで通す。こんな感じです。として自分がよくやるようなパドリングを今紹介させてもらったんですけど、ダメな例いきますね。ダメな例はさっき言った通り、こうボードから足がはみ出てる。これ波待ちしてる時こうやってバランス取りやすいんですけど、こうやって手掴んでこうやって開いてると楽なんですよ。僕もよくやるんですけど、パドリングの時にこれをやってしまうと、こうやって肘がぶれちゃう、足をこう引きずっちゃうんでパドリングが進みづらくなるんですよ。で、必ず足は漕ぐときにサーフボードの中側に入れる感じです。まあくっつけるとは言ってますけど、ちょっとぐらい開いちゃってもいいと思うんですよ。僕も大脚なんで開いちゃうんで、この状態でこのパドリング、この状態で前を見ながら進行方向に、はい、で、今結構ゆっくりずっと分かりやすく見えるようにゆっくり漕いでたんですけど、今のをフルパドルでやるとかなり速いんで、ちょっとそれも今やってみるんで。で、コツは本当に僕一切力使ってなくて、まあ、バランスの取り方とかがもう水の上でのボードの上のバランスの取り方がもう結構分かってるんで、本当に最終的に力とか一切いらないんで、漕ぐタイミングだったり、ボードの上でいかにバランス取れるかで、スピードアップにつながると思うんで、ちょっとこれを見て学んでいただけたらいいなって思います。はい、で、今そのさっき砂浜で説明させてもらったんですけど、この手首をどんだけ書くのって思うと思うんですけど、この状態で手を無理やりこうやって書くわけじゃなくて、普通に最後までしっかりこうやるだけで進んでくんだよ。わかるかな、ちょっともう一回バックしてこの水の水面、これ手を出すわけじゃなくて、ちょっともうちょっと低めから見る方がいいかな。いくよ。この状態から、最後までこう、ずっと漕ぐだけでこうやって勝手に進んでいくから、
そこをうまく理解してもらえるとよりこう普段の海でも出せるようになると思うのでやってみてください。というわけで今水中でいろいろ説明させてもらったんですけど、どうだったでしょうか。今回はその前回のその動画の、ハウツー出させてもらったハウツーの、おさらいじゃないですけど、それを水中でいろいろ説明させてもらったんですけど、よりちょっと細かい部分も海の中だったんで説明できたと思うんで、前よりより分かりやすくなってたと思うんで、ぜひ参考にしていただけたらいいなと思います。で、今回はこのちょっと短めの板でやらせてもらったんですけど、他にもファンボードだったりロングボードだったり、それこそショートボードだったり、乗るボードによってその乗る位置とかも変わったりするんで、その中でもちょっとしたコツだったりとかやり方などもあるんで、そういうのもまた今回の動画が好評だったらやっていきたいと思うんで、ぜひチャンネル登録といいねなどコメントもどしどしお待ちしてるんでよろしくお願いします。ありがとうございました。